堺の鉄砲単や鉄砲単野とは、鉄砲の生産に従事した、単野職人のこと。鉄砲伝来後に、日本で最初の鉄砲単野で呼ぶべき人物は、天文12年に、種ヶ島において、鉄砲の生産に成功した、焼いた清さだらであったとされている。ネジの技術など、当時の日本では知られていなかった技術が用いられていた、ため、焼いたらは、 国心をして鉄砲を製作したことが知られているが、容量が明らかになると比較的単純な技術をもって製作が可能であったことから各地に生産が広まった。種ヶ島以外では、泉国の境、木の国の根頃、大見国の国とも及び、日野などが代表的な産地であったが、他にも、刀剣や農具の生産で知られていた、微仙国の長船や城下町である鹿児島、 仙台も知られた。ただし、多くの鉄砲単野は、刀剣や農具、錠埋などの生産などを兼ねていることが多かった。そんな中で、堺と国ともの鉄砲単野は、早くから徳川市に協力してきた功績によって、大阪の神後に、江戸幕府から毎年一定数の鉄砲の納入を義務付けられて、幕府の御用を務めることとなった。その権威を背景に堺と、 国ともでは年寄りを中心とした組合組織が作られ、平単屋や大師、金串を統制する体制が整えられた。だが、幕府御用を盾とした年寄りと平単屋ら職人や、周辺の一般住民らの対立が続き、次第に衰退していった。幕末から明治にかけて、ひなわ銃が廃れて、西洋用式銃に移行していく中で、鉄砲単屋の多くは、長年の保護と、 職人機質から西洋式銃への転換を拒んで廃業、機能するものが多かったと言われている。ありがとうございます。